リカで修行してきた先輩方が世界大会で活躍して優勝した。私もそこに行ってぜひ稽古がしたい。大山宗師の指導をしっかりと受けてみたいなという意識になったんですよね。自分もそれまではね、それなりにこう一生懸命稽古したつもりでいるけど、いかにその稽古っていうものに対する姿勢が甘かったかっていうのを思い知らされた、そういう、まあ、合宿でしたよね。お前以上に極真の空手だと、自分が教える空手は極真空手だと。人間本当にね、疲れるともうね、飯も喉を通らないというか、こう食べる気力もなくなっちゃう。まあ鉄門先生も相当疲れてたと思うけども、自分の受け持ちの時間になったらやっぱりさっとこう用意してパッとこう出てきて、先輩ちょっと行ってくるんですよ。それで稽古つけて、だから僕以上に稽古やってたんじゃない、この時。大山鉄森先生っていうのはね、すごい人だったね。3、4ヶ月後にその年の世界チャンピオンになるんですよ、僕は。この夏のニューヨークでのキャンプの中で鉄森先生に前蹴りで落とされてますからね。この一月のニューヨークとアルバムでの体験が自分の世界大会の優勝を一つ支えた。大山茂宗師には本当に心から感謝してるし、まあね、ご冥福を祈るばかりでね。あと大山康子最高師範は、まあ、日本に来るたびに今でもねお会いできるんで、アドバイスやね、励ましやね、そういうものをずっともらい続けましたよ。